こんにちは、こんばんは、フリースマンです。第9回目の、フリース紹介をしたいと思います。今回は、ヘリー・ハンセンの、ポーラーテックフリースパンツを紹介したいと思います。このヘリー・ハンセンのポーラーテックフリースパンツなんですけど、最大の特徴はやっぱりポーラーテック社の、フリースを使っているところが最大の魅力かなと思います。みんな大好きポーラーテック、で、最近ここ3年ぐらいヘリー・ハンセンってデザインもすごくいいし、ゴールドウィンが、持ってるブランドなので、ノースフェイスと同じで多分デザイナーがいいのかなっていう感じがしますね。で、ノースフェイスより価格が安いっていうのが魅力だと思います。フリースパンツとしては、ナイロンのこういう切り替えが膝の部分前は、後ろ側は、お尻の部分までずっとナイロンの切り返しになってます。で、裾は、このように、ゴムになって、る感じですね。すごく生地も結構厚手の生地で、ポーラーテックの多分これ200クラシックの200ぐらいの厚さありますね。で、これ価格も、確か 30% オフぐらいで、購入しました。結構デザインもかっこいいと思うので、今年、おすすめの、フリースパンツになります。